ージのところまで行ったら OK。
テントの設営して一応前室に組み込みのタープごときを張るところまでなんとかできました。多分ちゃんと本格的なキャンプに行くんだったら鍛造のペグを買い足した方がいいですね。この前室をタープみたいにする棒だけ買っててロープ買ってなかったんで固定することができずにテント用のロープをタープ用のポールを固定するのに使ってます。というのでロープも追加で買わないといけないですね。テントの張り方は説明書見ながらやって何分かかったんだろう、ちょっと後から確認してみないと分かんないですけど、まあかなり迷いながらでもそんなにすごい時間がかかった気はしなかったんで、多分次にやるときにはだいぶ素早く張れそうな気がします。靴は結構ごつい、こんな感じのごつい靴を履いてて、まあごつい靴でもいいかなと思ってたけど、やっぱりテント張っちゃった後はサンダルかなんかに履き替えたいですね。テントの中からの風景はこんな感じですね。前室オープンにしてると外丸見えなのか、ちゃんとこれを閉めれるようにしとかないといけないんだな。寝っ転がってこんな感じ。178の私が寝っ転がって一応足が窮屈じゃないと目いっぱい伸ばしても平気なぐらいな感じですね。くるくる巻きます。